はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは、視点を増やし、視野を広げろについてお届けしていきたいと思います、えー。例えばね、ここにスマートフォンがありますが、皆さんにこれは何ですかって聞きますよね。なんて答えますかそれはスマートフォンって言うじゃないですか。でもこれっていうのは、もっと上からこれっていうのを見ると、 自分のね、家かもしれません。もっとさらに上空からこれって見ると、まあ、ここで言うとね、世田谷区っていう区になりますし、さらに上にこう俯瞰してみると、東京都。さらに上から見ると、日本。さらに俯瞰してみると、地球。さらに俯瞰してみると、太陽系。 もっと言うと銀河系みたいな感じでこれの答えっていっぱいありますよね要はこれはスマホだって実は思い込みかもしれません答えはね本当にたくさんあるんですその目の前のことをどう見ているかっていうのは重要じゃないですかその見方一つで結果は変わってくるし感情まで変わってきます今日はこの視点や視野がどれだけ人生に大切で何をしていけばいいかねそんなお話をしていきたいと思います今日はね3つのポイントにまとめていますまず1つ目は心理的盲点 二つ目は人生で必要な四つの目。三つ目は視野を広げる方法についてお届けしていきたいと思います。ではまず最初は心理的盲点についてお話していきます。いや、もう僕たち人間っていうのは面白いもんで、子供の時にこれは重要だよとか、これは不要だよとか、これは悪い、これはいい善悪であったりとか、まあこういったものをある意味固定概念のように洗脳のように分別つけなさいってことをジャッジされてきましたよね。まあこれって自分の価値観なので、 自分自身から見た前提なわけでしょう。うでも自分にとってこれは正しい。自分にとってはこうだっていう前提の裏側を見てみてください。そうすると光と影のように、陰陽のようにね、影が出てますよね。その影の部分を心理的盲点と言います。まあ英語でスコトーマと言うんですが、このね、視覚の部分に意外と人生を変えうるヒントであったりとか、何かね、ビジネスのビッグアイデアであったりとか、 そういったものが本当は隠れてたりするんですよね。いやー今自分の身の回りに危険が起きてるとか、いやー大きな問題をね、起こしてしまったんだとか、何か自分にとって不足足りないところがあるよなと。でもそれは本当は自分の立場から見た前提から来てる。ではこれ裏返してみたら、盲点、その影の部分に、 もっと違う要素が隠れてると思いませんかまあ例えば彼氏に振られたってことが起きた時にこっちから見たら振られて悲しいだけど逆の視覚側から見ると次の出会いのチャンスが来てるじゃんっていう見方もありますよねだからこそ皆さんこの視点をいろんな方向から複眼思考っていう一方向ではなくちょうどねトンボの目のようにたくさんの目を持ってみようとかそして これぐらいの視野をこうやって広げていくと見える景色が変わってきますよね。えー、これからね、視点を多く持つために何をしていくのか。そして視野を自由にこう広げたり閉じたり扱っていくために何が必要か。そんなことをね、お届けしていきたいと思います。二、えー、つ目はですね、人生で必要な四つの目についてお届けしていきたいと思います。まず一つ目は鳥の目です。まあ鳥っていうのはこう上空を飛びますよね。僕ら人間では見えない。 高いところから見える視点を持っていますまあ空の上から見てるからこそ全体像を把握することができますよねまあこういうことを俯瞰とも言いますが俯瞰して物事を見れるわけです自分を客観視して見たりすることができますそうすることによって上空から見てるから視野を広く取ることができますよね例えば自分の立ち位置なんでこんな大変なんだろうって思っていたんですが例えば上空から見たら えっってて地球上で見たら相当幸せななに入ってんだなとか俺にとっては普通の家庭環境だと思っていたけどこんなに人様の家を見た時にこんなにね愛されていたんだなとか自分の立ち位置が分かってくるようになりますそして俯瞰してるからこそ今一生懸命目の前のことを頑張っていたんだけど目的地やゴールを俯瞰してるからこそ見ることができますよね俺何のためにやってたか思い出したよみたいな、まあ、そういった目的地を把握することができたりそしてその目的地までのルート ああここに険しい道があるなこっちの方が坂が少ないなとかここには猛獣がいるなっていうことをルートを把握することができますよね歩いてたら見えないんだけど上空から俯瞰してるからこそ見えるんですそして戦況今自分が例えばビジネスでどういう状態なのか自分にとって何が長所で何が短所なんだこういった 本当ののっててていうがが把握すするるるこことが俯瞰してるからこそ見えてくるわけですだからこそ客観視して第三者の目で自分を見ることもできますよねなんか一生懸命その子のことを思って喋ってたけど俯瞰して客観視してみた時にこれ独りよがりだなってことも発見できるわけですまず一つ目は鳥の目という俯瞰した上空から物事を広い視野で見てみようってことですねでもこれだけじゃダメなんです 二つ目は虫の目です読んで字のごとく虫っていうのは小さいですから目の前のことしか見えてないわけですよだけど大きく見えますよねちっちゃい虫っていうのは小さく細分化して細かいとこをチェックしていくことができますそしてざっくり上から見たらざっくりだったことが掘り下げて細かく見ていくことができますよねそうすることによって視点の広さではなく今度は視点の 深さがね確保することができるるようになってくるんですこんな言葉があるんですが神は細部に宿るって言葉があります、まあ神様は小さくて細かくて綺麗なとこにそういったとこに来るんだよっていうざっくりしたね鳥の目の中ではなかなか難しかったりするんですこれね鳥と虫どっちがいいとか悪いではなくどっちも必要なんですよねまあちょっと新聞を読んでると思ってみてくださいこうやって俯瞰して遠くから見ると全体新聞見えますよね だけど字がっちちっゃいから遠いかからら遠見えませんよねなのでこうやって近づいて虫の目で見てみるそうすると一字一字がしっかり見えるんだけどここを見ているとここが見えなくなりますよねだから鳥の目虫の目みたいな感じでちょうどカメラのレンズのようにこうね望遠とマクロとね望遠とこうやって切り替えていく,いくじゃないですかカメラのレンズ。まあそういった感じで虫の目と鳥の目を調整する実はどっちも大事なんです。 まあバカモンドにもね木を見て森を見ずみたいなことが書いてありましたが木を見てるから森が見えないんだとじゃあ森を見ていたら木も見えないですよねどっちも木も見なきゃいけないし森も見なきゃいけない俺は何のために頑張っているのかっていうのが森でそして今だからこそ目の前のことを頑張るっていうのが木であるとだからこそ俯瞰して鳥の目で見ながら虫の目で細かくチェックしていくまあこれをレンズのようにね伸ばしたり短くしたりするっていうことが結構重要なポイントになってきます そして三つ目の目が、魚の目です。魚の目っていうのは何かというと、まあ魚っていうのは潮の流れを読んで泳いでいきますから、全体の流れを読んでいくという意味合いがあります。まあもっと言うと、物事の本質を見抜いていくわけですよね。なんかいい人だなって思う人いますが、外面だけかもしれませんよね。その人の本質を見抜いた時に、なんだこれ外面だけがいいんだっていうことも、この魚の目に該当しますし、世の中の流れを見ていくっていうのも重要ですよね。 この世の中の流れ潮の流れを読めるからこそ次のビジネストレンドはこれだみたいなことを発見したりすることもできるんですまあねビジネスの基本中の基本ですがブルーオーシャンと言われているみんながやってるようなビジネスをやってももう遅いわけですよ要はブルーオーシャンといってまだ未開拓市場みたいなものを探していくこれも魚の目が必要になってきますこの時代の変化であったり時代の潮流の変化を読んでいくこれこそが魚の目です この目も重要な目になってきますそして4つ目がコウモリの目です、まあ、コウモリっていうのはこう木の枝に逆さにぶら下がっていますよね逆さにぶら下がっているっていうことは物事を逆さに見ることができるわけです、まあ、逆の立場になることができますよね逆さっていうことはだからこそ発想を変えるってことができるようになってきますそして逆さに見てるからこそ視点の切り替えも早くなってくるんですまあ、こういったことをねクリティカルシンキングって言います批判的思考って言うんですがちょっと読んでみましょう クリティカルシンキングとは物事の結論を導く過程においてなぜ本当にそうなのかと批判的に問うことで納得のいく結論に到達するための思考法。まあ、常に疑いいを持っていこうと なんか学校教育って日本では 1+1 は何ですか2丸みたいなこう教育をしてるんですがハテナハテナはハテナよしみんなでディスカッションして考えてみよう本当にそうかなちょっと疑いを持って考えてみようよっていうそうすると答えは複数出てくるしある意味正解とかどうでもよくてなんでそう思ったのかなっていうことをクリティカルにね考えてみようってことです。 これって圧倒的コウモリの目が必要なんですで。新しいサービスを生み出す新しい製品を生み出す新しい何かテクノロジーを生み出すこれって物事を斜めから見たり逆さに見る力っていうのが必要なんですだからこそ4つ目の目コウモリの目これを持つことによってアイデアをたくさん出すっていうことが重要になってきます鳥の目俯瞰して鳥の目で見てみようそして近くから魚の目で見て細かく分析してみようそして時には魚の目になって時代の流れも読んでみようそしてコウモリの目を持って逆さに見たり 裏側を見たりしてみよう是非こ,この4つの視点を切り分けて、えー、アイデアを出していっていただきたいと思いますそれでは最後3つ目です視野を広げる方法をお話していきたいと思いますまずね知らない人にたくさん会いましょうなぜ知らない人に会った方がいいか知らない人に会うっていうのはちょっと面倒くさかったり怖かったり騙されるんじゃないかって不安になることもありますよねでもたくさんの人と喋って価値観を得ることによってこんなとこに視点があるんだこういうものの見方があるんだっていう へーすごいなっていう発見があるじゃないですかだから知らない人に会うっていうのは本当にいろんな視点を手に入れることができるんですそして行行っったことない場所に行ってみましょうやっぱり家会社家会社っていうルーティンを続けているとなんか発見もないしアハ体験っていうね体験ができなくなってきます やっっっぱぱりエモいいいいいい体験をしななとと見つからないことっていうのがいっぱいあるんですだからこそ行ったことない場所に行ってアハ体験うわーすげえっていうねそういったサプライズのような鳥肌が立つようなそんな体感をしていくここから新しい視点視野を広げていくことができますそしてねメンターを持つっていうことも重要ですよねもちろん知らないことを教えてもらうっていうこともメンターから学ぶことは重要なんですがやっぱり今日何度も話しているなんだその物事の見方はっていうまあ例えば美味しいお店に食べに行った時に どうだったいやー美味しかったですこれは一般人の視点ですよねでも経営者の視点から見たらここは客席が30席あって客単価は5,000円で3回転してるこの店は1年持たないなみたいな「えそんなこと見てたんですか?」っていうのが視点の違いなわけですメンターから新しい視点を探してみましょうでね大事なことはメンターって 視点が高いんですねこの辺から見てる僕たちはここから見てたとしてもメンターは高いところから見てるパターンが多いんですだから背伸びをしてどういうのが見えてるんだろうって工夫をしたり背伸びをするってことが重要です、えー、高野ゆりさんのね企業理念に背伸びするから背が伸びるっていうね企業理念がありますまあ本当に僕はこれ共感できるんですが背伸びしないと背が伸びないよっていうだから背伸びっていうのは僕は視点のことだと思っていて何が見えてんのだろうっていうぜひねこういう研究をしてみてくださいそして経験 経験をする経験っていうのはほとんど失敗に該当することなんですそれは失敗じゃなくて新しい経験を積んだってことなんです失敗っていうのはやったことないことをやった時にしか生まれませんよねやったことないことはそれは失敗しますよでも本当は失敗じゃなく経験で経験を積み上げていくとどんどん失敗をなくしていくことができるしうまくいく種になっていきますそれは失敗ではなく経験なんだっていう価値観をぜひ持ってみてくださいそしてね僕はこのえ YouTube チャンネルでもコン,コンと言い続けてるんですが ナイアル。これは僕が作った造語なんですが、やったことないことをやる。ナイアルです。ぜひ皆さん、ナイアルをやっていきましょうよ。だって、新しい視点なんかやったことを繰り返していても、何も新しい視点なんか手に入りません。なんじゃそりゃっていう発見であったり、何この美味しい食べ物とかね。なんでこんな最悪な価値観があるんだろう。いいことも悪いことも含めて体感して、ナイアルをしていくから、新しい視点が手に入ったり、物事の視野が 広ががったたりカメラで言うととレンズを交換するみいいなことが生まれていくわけですまあ人生っていうのは知らないことを知っていくってことが本当に最高なことなので是非新しい視点視野を広げるためにナイヤルをやっていきましょうそれでは最後に今日の話を分かりやすくまとめていきたいと思いますえ今日は皆さんに3つのお話をしました1つ目は心理的盲点スコトーマねその物事の裏側を見てみようと。 二つ目は人生で必要な四つの目をお話しました。そして最後に視野を広げる方法について話しました。やったことないことやろうよって話をしましたよね。まあ成長とはまさに視点を上げていくことだと。お金を稼ぐとかそういうことも大事かもしれないけど、人生ってこの視点を上げて見えないものが見え始めるっていうことがもうめちゃくちゃ面白いんでしょうぜひね、一個でも皆さんにも体感していただきたいです。そしてね、知らないことをたくさん知っていきましょう。ソクラテスもね、こんな言葉を残していますね。世の中のエキスパートの方たち 知らないってことを知って生きていると。 知ったかぶりないですよ。だって地球上の何も僕も1%も見てないし触れてないわけですよ。この知らないことを知っていくってことがめっちゃ面白いわけですよ。だから僕知らないと思って生きてるんです。皆さんもね、恥ずかしいことじゃないし、皆さんに教養がないって言ってるんではなくて、もう地球はでかいんだから知らないことだらけじゃん。それにドキドキするんじゃなくワクワクしていこうぜってことです。まあ今日の動画でね、視点を増やすとか視野を広げるって話をしましたが、要は一番言いたかったことはないやるやったことないことやっていけば勝手に視野も広がっていくし、 視点も増えていくよって話なんです。ぜひね、やったことないことを繰り返して、新しい視点を手に入れて、最高なライフハックをしていきましょう。いつもいいね、コメント、本当にありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますえ。そしてね、下のコメント欄にお気軽にコメントをしてください。皆さんは、この今日の話について何か思うことであったり、新しいアイデアであったり、そういったことをね、お待ちしております。そして、こんな題材を取り上げてほしいみたいな、 え、リクエストも下のコメントでお待ちしておりますので、書き込みお願いいたします。え、そして DMM にて、オンラインサロンを運営しております。え、現在400名のサロンメンバーで、日々切磋琢磨して、様々な情報交換をしてえ、最高な環境が本当に整ってきました。ここでしか取れない、まあ本当にクローズドならではの情報源がたくさんありますし、ここでまた皆さんと様々な会話をして、スキルアップをして、さらなるライフハック、ファイヤーな生き方をやっていきたいと思っているんです。ぜひね、こちらのオンラインサロンもご活用いただければと思います。それではまた次 次の動画でお会いできることを楽しみにしていますまたお会いしましょう